皆さんこんにちは、みずきあおの青色 TV、 イエーイ、始まりました。今日はじゃじゃーん、グレールのハッピーバッグを紹介したいと思います。ちなみにこちらのハッピーバッグは5点入っている商品です。1999円で5点も入ってるってすごない？なので今日はこれを早速開封していきたいと思います。ちなみに10点入ったハッピーバッグもほんまちょっと前か、 1週間前ぐらいから出てました。なので5点か10点か、まあぜひ皆さんも決めてゲットしてみてください。じゃあ早速開けていきまーす。それではいきましょう。パッカー、じゃじゃーん。はい、グレイルっていう袋が入ってた。パンパンに入ってる。え、ちょっとこれ嬉しいな。じゃあ早速開けていきます。まず一つ目はこちらです。1、じゃーん、なんだこれは。あ、アウターや、見て、アウターが入ってた。え、めっちゃ嬉しいねんけど。これ絶対当たりやって。グレージュのアウターです。ここがチャックになってて、こんな感じの、ちょっと今こんなモコモコしたい、上にまたモコモコしちゃったら結構暑苦しい見方になるけど、いいですか、ごめんなさい。めっちゃいいやん、めっちゃふわふわしてる。これアウターです。まあちょっと後でね、この紹介が終わってから着るので、まあ、そこでお楽しみにしていてください。なのでどんどん紹介していきたいと思います。2つ目はこちらです。何これ、めっちゃガラガラしてるじゃーん、あ、ワンピースや。え、可愛いねんけどこれ。え、可愛いよ。最近なんか黒の色がすごいハマってるから、めっちゃこういうの嬉しい。で、タンクトップになってるワンピースです。ここが開いててちょいセクシーみたいな感じです。まあ後で着たいと思います。はい、そして次は、はーい、こんな感じで、おー、あれや、腕がないけど、あれですね、ノースリーブのニット、ノースリーブやったっけ、ハイネック、ノースリーブ、ノースリーブのニット、めっちゃ可愛い。そして次、じゃーん、半袖や、半袖でした。あれかな、このアウターが入ってる代わりに、こう半袖やったりノースリーブやったり、ちょっと季節がちょい前ぐらいのが入ってるんじゃないかなって思った。まあでもシンプルに可愛い。ちょっと後でこれも着ます。そして最後です。最後はピアスかな、じゃーん、こんな感じのピアスです。と輪っかとなんか棒と、あとパールとかついたりした可愛いおしゃれなピアス。はい、ということで早速こちらの5点を使って着替えてみたいと思います。それではどうぞ。皆さんどうでしたか？すごいめちゃめちゃ可愛くない？こういう白の T シャツに赤い文字っていうのはめちゃめちゃ個人的に好きなんで嬉しいです。まあ、ちょっと寒いけどちょっと寒いけどはい、ということでね、アウターも入ってたりとか、あとニット系も入ってたりするので、ぜひ皆さんも気になったら買ってみてください。他の人のハッピーバッグ何が入ってるかなと思ったら、マフラーとか入ってたりとか、結構いろんなものが入ってたから、季節とか週にごとによって違うんかわからないんですけど、めっちゃ楽しいなって思いました。こう人と被ってないところがまた楽しいなって思ったので、まあ、みんなも
買ってみてこんなん当たったよみたいなのあったらぜひコメントにください。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたねー。